植物にも感情がある。どうも、一斉です。今日はですね、視聴者様から、カラテアの上手な育て方を教えてくださいっていうコメントをいただいたんで、それをね、ちょっと動画にしてみようかなと思います。ちょうどね、これ、僕が育ててるカラテアなんですけど、正確にはね、カラテアじゃなくてストロマンテっていう植物なんですけど、結構ね、カラテアのトリオスターっていう名前で出回ってたりするんですけど、正確にはカラテアではなくて、ストロマンテっていう植物だと思うんですけど、中でもね、カラテアとして出回ってることがめちゃくちゃ多いんですよ。ほんとその名前で売られてたりするんで、同じカラテアの一種なのかな？なんか、その辺ちょっと僕もね、めちゃくちゃ詳しいわけじゃないんでわからないんですけど、まあ結構一般的に出回ってる植物になります。この子ね、根詰まり気味になってきてるんで、植え替えながら、カラテアの上手な育て方っていうのをちょっと話してみようかなと思います。はい。一斉の動画。カラテアの上手な育て方なんですけど、やっぱりね、これちょっと土の音であれかな。聞こえにくいかもな。ちょっと待ってください。やっぱりめっちゃ根詰まりしてるね。カラテアのね、上手な育て方なんですけど、冬ですね。っていうんですかね。冬を越すのを失敗すると、やっぱり根腐れさせちゃったりとか、水をちょっと上げすぎちゃったりして、失敗することがやっぱ多いと思うんですよ。あとは、カラテアの特徴ってなんだろうな。結構乾燥にはね、僕の印象ですよ。意外と強いのかなっていう印象が結構僕は持ってるんですけど、ちょっと根っこ、ほぐしてるんですけど。僕もいろんな植物育ててきたんですけど、上手な育て方な。今ちょっとすごい考えてたんですけど、冬の管理さえちゃんとしてあげれれば、そんな難しくない気がするんですけどね。一斉の動画。あとあれですね、僕植え替えるのがやや遅いというか、放置しちゃったんですけど、本当はもうちょっと早く、根詰まり気味だなって思ったら、なるべく早めに植え替えてあげた方がいいですね。根っこが詰まってくると、やっぱ葉っぱがこう傷んでくるんで、すぐわかるんですよね。葉先とか枯れてきてるじゃないですか。この葉先が枯れてきてるのって、やっぱりなんか根っこに異常があるんですよ。根腐れだと下葉が落ちてくるかな。なんで根詰まりになってくるとね、結構葉先に出る印象があるんで、どの植物も結構そうだと思いますね。こういう感じで葉先が枯れてくるんですよ。こうやってだいたい根詰まりしてるんで、根腐れの時はね、僕の印象ですけど、下葉がこういっぱい落ちてくるイメージがありますね。葉先じゃなくて、下の方の葉っぱがなんかちょっとこう腐ってくる感じ、出方が違いますね。同じように根っこがやられてるにしても、根腐れと根詰まりでは、その出方が全然違いますよね。まあ、そんな感じで上手に育てる方法。難しいな。同じことばっか言っちゃいますけど、やっぱり冬ですよね。ほんと冬にみんな枯らしちゃうイメージがあるんで。それね、でもね、カラテアに限らずどの植物も同じなんですよね。やっぱり冬に弱らせちゃうイメージがすごくありますね。みんな同じように、本当に植物育てるの慣れてない人は、冬1月2月ですね。1月2月に枯らしちゃうイメージがあるんで、その1月2月の管理さえね、うまくできればね。あ、じゃあその辺ちょっと話そうかな。一斉の動画。じゃあちょっと冬の管理のコツみたいなのをちょっと話してみようと思います。一般的な観葉植物は、大体ね、枯らすとしたら1月から2月にかけてにもう完全に死なしちゃうことが多いと思うんですよ。根腐れさせちゃったりとか。12月ぐらいまではね、ギリギリ結構いけたりするんですけど、1月2月に枯らしちゃうみたいな感じが多いと思うんで、その1月2月にこううまく管理するポイントとしては、水を控えるんですけど、完全に水を抜いちゃうと今度また死んじゃうんで、表面がすごい乾いてくるじゃないですか、カラカラに。そこからさらに7日、8日ぐらいかな、10日まで大きすぎるとちょっと微妙かな、みたいな。7日か8日ぐらいですね。8日ぐらい置いてもいいのかな。その部屋の乾燥度合いにもよるんですけど、そのぐらい置いてから、今度水をね、あげるときはもうたっぷりあげるんですよ。そこから水がもう、滴るまで。何のブログ読んだのか、何の本を読んだのかわかんないんですけど、水あげるときに、ちょろっとしか水をあげないでやっちゃって、死なせちゃいましたみたいな方がいたんですよ。それはね、なんか DM でなんか連絡もらったんですけど、何を読んでそうなったのかわかんないんですけど、水をあげるときは真冬でも、ちゃんとそこからね、たっぷり水が出てくるまで、あげるときはもうたっぷりあげます。で、あげてから、次あげるまでをすっごいこう、ちょっと、ハイシーズンよりも長めに取るっていう感じですね。次の水をあげるときまで、間を空けるっていうことです。そんな感じかな。1月2月はそんな感じの管理をしてあげると、枯らさないでうまく育てれるんじゃないかなと思います。で、このやり方はカラテア以外も一緒です。
はい、僕ですね、ツイッターとインスタグラムも最近張り切って頑張ってるんで、よかったらフォローしてください。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。